エリでおはようございます。おはよう。にゃー、おはようございます。ぽやー、おはよう。たっちゃん、お花ありがとうございます。おはようございます。キュウリでおはようございます。おはよう。仕事行ってきます。お仕事頑張ってください。バウチさん、おはようございます。ただの魚さん、お花ありがとうございます。たっちゃん、お花ありがとうございます。ちょっとバイヤで起きちゃう。すぐ感がすごいおはようございます。パパさん、手紙ありがとうございます。おはようございます。寝る前にちょっとなんか考え事して、ちょっとなんかと思いながら目つぶってたら、気づいたら寝てました。ゆうまさん、お花ありがとうございます。気づいたら朝だった。あっという間でしたね。トムトムさん、お花ありがとうございます。素敵な一日に、皆さんも素敵な一日になりますよ。配信もあるのでね、会場来れないよって方はぜひぜひ配信もご覧ください。おはようございます。おはよう。マーシャンさん、お花ありがとうございます。おはようございます。無事に乗れた。お気をつけていらしてください。皆さんも会場に来てくださる方は気をつけていらしてください。あいたかさん、お花ありがとうございます。わかんない、私は東京に来て寒いってあんま思わなかったかも。ニットの服とか着てたからかな、あんま寒いって思わなかったし、今も室内だから寒いって思わないです。だからあんまり参考にしない方がいいと思います。トモセッタンさん、バラありがとうございます。パパさん、完了しました。ありがとうございます。ミヒラスさん、お花ありがとうございます。私はあんま寒いとは思わなかった。今も正直外出てないからわかんない。ありがとうございます。誰か30分になったら教えてください。お願いします。近くさん、バラありがとうございます。よろしくお願いいたします。わあ、もう一度布団に入りたい眠たい人、もう一回布団に入りたいな。でも多分もう一回布団に入ったら終わっちまう。今日の朝ごはんは決めてない、わかんない。結局昨日もあのレモンのやつ飲まなかった。もう歯磨きしたからいいやと思って
ずに寝ました。から今冷蔵庫の中にレモンの飲み物が2つある。とりあえず1つだね、飲むじゃんね。今日はさ、今日終わってから飲もうかな。疲労軽減って書いてたからね、今日終わってから飲んでも結構いいと思うので、今日終わってから飲みたいと思う。レモンバワー、とりあえず注入して、そう、顔のむくみ取るやつも朝どっかで飲もうかな。うわぁ、飲んだら味の違い、なんかどっちも飲んだことあるけど、どっちも酸っぱいです。どっちもちゃんと、でもなんかむくみの方がなんか特殊な味するかも。まだ疲労軽減の方がレモンレモンしてるかも。なんかむくみの方はなんかレモンの後ろに何かがいる感じ、なんかね、純粋レモンじゃない味がする。疲労軽減の方は割となんかレモンより、でもなんかどっちもなんかクエン酸とかいっぱい入ってるから単体レモンって味ではない。からちょっと好き嫌い分かれると思う。どっちも多分苦手な人が出てくると思う。りょうたさん帽子ありがとう。今日17時でしょ、17、18、19、20、21、おはようございます。割と10月、こきま10月だよね。うん、10月の後半も忙しくなりそうですね。パヤイ、おはようございます。炭酸は飲みます。そのクエン酸のやつ、炭酸かな、クエ日本のお土産アドバイス。なんだろう。なんか有名なとこの箸とか。折れる？いや、いける？お箸とか。なんだろう。日本のお土産ってお箸、なんか聞かないよ。お箸、お箸あんま聞かない。日本っぽいものと思ったらなんかピンってきたのがお箸とか。センスとか思ったけど、センスってあんま日常で使うことあんまないから、
お箸だったらね、毎日使うし。おはようございます。なんか一回私おじいちゃんにお箸もらったことがある。なんかおじいちゃんどっか行った時にお箸もらって、名前が彫ってありました、お箸に。そう、お箸に名前が彫ってあるのをもらったことがある。からそういうのもいいかなと思った。ね、なんかお箸に名前彫ってあるとちょっとテンション上がるじゃん。どれが誰のか分かるし。名前彫ってあったらね、その人のじゃん、箸絶対。絶対その人じゃん、その人ありえない。からそう、誰の箸か見分けるのもいい感じです。結構おすすめかな、これかな。すごい一択しか出てこなかった、ごめん。私の朝7時の脳みそはちょっとバリエーションなかったです。おはようございます。もうちょっとまだ脳みそ働いてないから1個だけでした。ご参考まで。なんかもう出てこない、悲しい。10月中旬まで半袖は無理でした。もうバリバリ長袖です。ありがとう長袖って感じです。室内だったらまだいいんだけどね、外行くってなるともう長袖ですね。扇子もいいかも、よかった。確かに使わないし、暑いなら良さそう。今なんか聞けばうっかり教えてくれそう。それは大丈夫、いける気がする。あんまでも聞かないで。でもあんま聞かないで。いける気がすると思うけど、あんま聞かないでほしい。おはようございます。多分多分あんまいいことなさそう。パパさんお花ありがとうございます。ネアレスさんお花ありがとうございます。なんか気に、むず、みんな朝ごはん何食べ、なんか食べたのかな。朝ごはん、朝ごはん食べましたか。それとも今から何か食べますか。春巻さん帽子ありがとうございます。私今めっちゃね塩分高い、めっちゃ塩分高いんだけど、コンビニに売ってある辛いスープが、豆腐の辛いスープが食べたい。ごまあんまもいいな、こっちごまあんまなんだよね。かしわおにぎり食べる？そのうち目玉焼きだけ？朝から重いのかな？でも塩分は高いよね。それは自覚してるけど。いや、めっちゃ辛いものが食べたい。朝はトースト。おお、決まってるんだ。コーヒー飲み、楽器がすごい。みんなもコンサートの朝はがっつり食べないの。大体コンサートの朝はヨーグルトかおにぎり食べてる。リハ前とかにヨーグルト食べたりおにぎり食べたりするかな、時間があったら。メロンパンいいな。セブンのメロンパンスティックが食べたい。1308日ありがとうございます。2308ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。
そう、今日も会場着いたらなんかおにぎりあるかなと思って、何も食べていかないでいいかなと思ってる。うん、何も多分食べ物私今買ってないから、会場着いたら何かあるかなっていう思考です。あーでもどっかでごまんまん食べたいな。ね、ごまんまん食べたくない。関東なん、関東だけなのごまんまん。関東こっちだけ。九州はごまあんまんじゃないんです、あんまり。粒あんまん、粒のあんまんが多いの。ボブさん結構福岡のコンビニは、あのあそこの中華まんエリアがにぎわってるんですよ。どうなんだろう、こっちってまだなのかな。でもなんか全国的に最近中華まん結構一年中いるぐらい、一年中いるは嘘だけどさ、結構ずっといない、なんか特に今年ずっといたイメージなんだけど。ね、あれなんかずっと今年なんかあれまだいると思ったら、あれもう出てると思った。いない時期こんぐらいしかなかった。嬉しい。コンとチャイルコン、でもピザマンはねファミマが美味しいよ。なんか一時期めっちゃハマってたの、ファミマのピザマンに。そう、ピザマンはね本当にねファミマが美味しい。これから寒くなるのでぜひ食べてみて。あんまんはね、なんか店舗とか場所によって売ってるあんまんが違うから、まあ、そういうのも楽しいと思う。中華まん大好き、美味しいよ。おでんも知らないが、確かに。しかも出汁の味も違う。どん兵衛の出汁の味って本当に違うんかな。言うじゃん、どん兵衛と関西と関東で味が違うって。私九州は関西味だよね、関西方面の味だよね。もんじさんお花ありがとうございます。色が違うと何、ちょっと味がどうなるの。味がどうなるんだろう、ちょっとなんだろう、優しい味になるの、それともちょっと強めというか、ちょっとなんだろう、どうなるの？関東濃い？あーそっか、甘くなくなったりするのかな？それなんか気になるね、ここまで言われると。そんな違うの？食べ比べしてみたくない？どん兵衛の食べ比べ。たたたんたんさんお花ありがとうございます。なんかどっちがどう違うか、すげえすげえ東京に来た人。すごい東京楽しんでる人じゃない、帰りにさキャリーにどん兵衛入れとか言って。あー東京来たんやなって。キャリーのさ荷物検査の時にあのどん兵衛入ってる、あ味の聞き比べしたいんかなって。関東は醤油が濃いんだ、へえ。でもなんか結構さ関西も味濃そうだけどね、私の勝手な想像ね。
なんか関東って、関東関西だ、関西ってなんか結構味濃いイメージあるけどね、違うんだね。いいね、買って帰ろうか。どうせね、キャリー隙間あると思うし、キャリーの隙間を埋めるためにもどん兵衛買って帰ろうかな。ちょっとキャリースカスカだとさ、中の荷物が不安じゃん。動いてね、なんかガチャ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 なんないかなとか思っちゃうじゃんね。東京のそば強い、黒っ、そうか、確かに、なんかこっちは確かにそばだね。なんかそばのカップ麺買った方がいい。それあんま変わんない。飛行機にはお気をつけていらっしゃいください。どうなんだろう、もうなんかいっそのことそばのカップ麺とかの方がいい。でも出汁が違うのはうどん。結構ちゃんと東京を味わって帰ろうとしてる。根岸は昨日行きました。確かにくす玉作れるじゃん、2つ食べたら。もうすでにあるけど、3代目とか4代目になっちゃう。4代目のくす玉になっちゃう。そばは違い聞かない、どうしよう。でもな、一人でさ、どん兵衛4つ並べて食べれる自信ないんだ。ね、どん兵衛のそばそばうどんうどんって並べて食べきれる自信ない。どん兵衛ってあのさ、緑のやつ買っていいんだよね。あの狐のやつ買っていいんだよね、どん兵衛の。緑の狐は良くない。緑色のやつ買えばいいんだよね。それが味がちょっと違うんだよね、関西とかと。まあ今日終わってコンビニで覚えてたら買う。覚えてなかったらごめん。じゃあみんなはあのそばも味が違うって、出汁が違うってなったら教えてください。どん兵衛のそばも味違うらしいぜってなったら教えてください。多分空港行ってお土産買う時間はないから、まあ今日のどっかでコンビニで買えたらって感じ。仕事行くね、頑張ってください。そばも違うのかな、どうなんだろう、分かんない。ちょっとお腹空いてきちゃった。キャリーケース持ってきてる。キャリーの方が楽ですね。重たいバッグをずっと持つのは嫌なのでキャリーをゴロゴロしてます。パヤ、おはようございます。
あとでキレートレモン飲もう。キレートレモンを飲んで目を覚まします。あと4分。でも結構目覚めた。どん兵衛、そうなの。結構配信して喋ったら目が覚めました。飲んで、あとまあキレートレモンも飲んでもっと目を覚ましたいと思います。おはようございます。確かにそもそも福岡のどん兵衛ってさ、西に該当すんの？まあでも西だよね。関東か関西かって言ったら関西だよね。でもさ、その言ってるやつがさ、大阪と東京みたいなことはない？ね、もしかしたらね、生でもずっと東京のどん兵衛食べてるか。おはようございます。ね、なんか売ってるの調べた方が良さそうかもね。運転するね、お気をつけて。まるちゃん、あでもなんかコンビニどん兵衛売ってるイメージだな。関西関東、いえそっか、東日本西日本でいいんだ。じゃあいいのか。じゃあ私たちは西日本の味を普段から食べてるってことか。だから東日本の味も味わってみよう。ちょっと日本語喋れなかった。ちょっと日本語危うかったね。次の配信明日の夜ですね、多分。まあわかんない、時間が決まったらお知らせします。違う、福岡と東京言ったよ。責任丸投げ。言ったよ、いい。言ったかんね。怖っ、どん兵衛一個で怖っ。ね、寒くなってきたからね、なんかあったかい汁物とか食べたくなるよね。わかる。ね、結構でも朝からうどんって結構最高、私は結構好きなんだけど。よくない、朝からうどん食べるの。ミスターホワイトさん、ありがとうございます。もしこれが私コンサートの日じゃなかったらコンビニ走ってた。ミスターホワイトさん、かわいい、ありがとうございます。確かにコンビニ売ってるもの微妙に違う。確かにわさび飯とか売ってないもんね、福岡。ごちゃん、お花ありがとう。今7時だよね。急に不安になる人。え、今7時半とかの台だよね。7時半になる頃だよね。大丈夫だよね。携帯の時計が見えないからちょっとドキドキしてる。カズスマイルさん、お花ありがとうございます。緑の、あ、30分は教えてください、ありがとうございます。こーちゃん、お花ありがとうございます。確かにそういう意味だったらコンビニのおにぎりもお土産になっちまうね。素晴らしいね。よし、じゃあ30分になったのでランキングを見たいと思います。よいしょ。ちょっと時計ないからドキドキしちゃうんだよね。13位春巻さん、ありがとうございます。12位りょうたさん、ありがとうございます。11位熊本くまこさん、ありがとうございます。10位ひーくんさん、ありがとうございます。9位たっちゃんさん、ありがとうございます。8位ネオアレスさん、ありがとうございます。7位トモセッタンさん、ありがとうございます。6位モンジさん、ありがとうございます。5位タタタンタンさん、ありがとうございます。4位ユーマさん、ありがとうございます。
3位マーサンさんありがとうございます。2位たっちゃんありがとうございます。1位パパさんありがとうございます。それではね、今日お仕事だよっていう方は頑張ってください。学校だよっていう方は頑張ってください。会場に来てくださる方はお気をつけていらっしゃいください。来れないよーって人は配信があるので、ぜひ配信をご覧ください。ではまたねー、バイバーイ。